ハロルド・アンドレス・ラミレス・レムスは、コロンビアのボリバル県カルタヘナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2011年7月2日に、インターナショナル・フリーエージェントで、ピッツバーグ・パイレーツと契約金105万ドルで契約を結んだ。2012年6月17日に、参加のルーキー級、 ガルフ・コーストリーグ・パイレーツと契約を結び、7月6日に同チームでプロデビュー。このシーズンは39試合に出場して打率、259、1本塁打、12打点、9投塁、オプス、644を記録した。2013年は A-9、ジェームズタウン・ジャマーズでプレーした。シーズン成績は71試合に出場して打率28、285、 5本塁打、40打点、23盗塁、オプス763を記録した。2014年は A 級ウェストバージニアパワーでプレーした。シーズン成績は49試合に出場して打率。309、1本塁打、24打点、11盗塁、オプス766を記録した。2015年は A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーした。 シーズン成績は80試合に出場して打率337、4本、47打点、22、盗塁、オプス、857を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。また、オフにウィンターリーグであるリーガメヒカーナレルパシフィコの ベナドスでマサトランに所属15試合に出場した。2016年は AQ アルトゥーナカーブに昇格し開幕を迎えた。7月に行われたイースタンリーグのオールスターゲームプレイヤーに選出された。2016年8月1日にドリュー・ハッチソンとのトレードでフランシスコ・リリアーのリース・マクガイアと共にトロントブルージェイズへ移籍した。移籍後は 参加の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ配属され1試合のみに出場してシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で99試合に出場して打率。311日本塁が50打点7盗塁オプス767を記録した。2017年は AA 級ニューハンプシャーでプレーした。シーズン成績は121試合に出場して打率。 266,6本類五53打点、5盗類、オプス、678を記録した。オフの11月20日に40人枠から外れ、マイナー契約となった。2018年も AA 級ニューハンプシャーでプレーした。シーズン成績は1 2試合に出場して打率。320、11本類打、70打点、16盗類、オプス、836を記録した。 オフの11月2日に FA となった。2018年11月26日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。2019年はトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスで開幕を迎え、5月11日メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日行われたニューヨークメッツ戦にて7番左翼手で先発出場して、 メジャーデビューすると、この試合で、エドウィン・ディアスから、メジャー初安打を記録した。5月21日のデトロイト・タイガース戦で、スペンサー・ターンブルから、メジャー初本塁打を記録した。この年メジャーでは119試合に出場して打率、276、11本塁打、50打点、2投類を記録した。2020年は3試合の出場にとどまった。 2021年2月17日にジョン・カーティスの加入に伴いディフェとなった。2021年2月24日にウェーバー工事を経てクリーブランド・インディアンスへ移籍した。ありがとうございます。